どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、こちら前回ね交尾をしてくれたバシリスクカメレオンの女の子のケージなんですけれども、ちょっとね、様子がおかしいということでね、ちょっとね早速見ていただこうと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、こちらがねバシリスクカメレオンの女の子のケージなんですけれども、この通りね 60×60×120 のねめちゃくちゃでかいケージで買ってるんですけど、これ現在ねこのバスキングスポット直下にねいて、はい、ここですね、一日中ねこうやってバスキングしてるんですよ。これ前回の動画でね交尾する様子をお届けしたんですけども、本当にねしっかり受精して、もしかしたらねこうやってねしっかり体温を上げて卵をね形成してるんじゃないかなということでね、若干ね色味の方はね前回のあのバキッとした、はい、こちらね受精直後、交尾直後の様子なんですけど、これもしかしたらねもう好印象なんじゃないんかなと思ってたんですけど、ちょっとこの色からはね普通の色に戻ったんですよね。これ並べてみると、はい、こんな感じですね。はい、このそこまでのねこの黄色のバキッとした色は出てないんですけれども、どうなんだろうな、無事ね受精してくれてたらいいんですけれども、なんとなくですけどね、ちょっとはい、お腹の方をちょっと触ってみるとね、あ、ごめんよ、はい、めちゃくちゃブツブツ出てくるでしょこれ、はい、ちょっとぷっくりしてきたかなっていう気もしなくもないんですけど、まあまあまだね交尾して、まあ、1週間ちょっと経ったからぐらいなんで、そんなにねすぐに卵形成されるとは思えないんですけれども、なんかずっと本当にねあの上の方にいるので、それがちょっと気になったんでね、まあまあまあまだ確定とはね言えないんですけど、ちょっとねお腹ボコとしてない、これ気のせい、はい、まあ、その一方その頃ねオスの方はというと、はい、こんな感じでね、はい、下の方にあうんちしてますね。この子めちゃくちゃねこれ下降りてきてね、逆にこっちの方がね土掘るようなね動作見せるんですよね。はい、こんな感じで結構動き回ってくれてますね。この子コオロギめちゃくちゃ食べてくれるんですけど、まあまだねそこまでふっくらはしてないというかね、まだちょっとスリムな体型な気がしますね。お、これ顎乗せしてて可愛いですね。なんかこのカメレオンね、オスとメスで結構この肌の質感結構違うというかね、この子オスの方がね結構ガサッとしてる感じありますね。そう、水分量が少ないとか、メスの方がねまだもうちょっとややしっとりしてるかなっていう、まあ、この辺の個体差なのか分かんないですけど、ちょっとこの子はねガサッとしてる感じですね。ただ水はね結構毎日しっかり飲んでますね。体色に関してはね、オスはほんとずっとこんな感じでね、比較的地味な方ですね。あ、今足の裏めちゃくちゃ見せてくれてます。はい。寝てる時はね、結構黄緑色の綺麗な色にはなってるんですけど、まあ基本的にはこんな感じの色味です。こっちの男の子の方はね、警戒心も薄くて、こんだけね、カメラで寄っても、あんまりね、嫌な顔しないとか、そんな逃げたりしないですね。どうですかね、ちょっとだけふっくらしてきたかなっていう感じですかね。じゃあ今日餌の日なんで、まずはね男の子の方からコオロギ与えていこうと思います。はい、じゃあお待たせしました。もうこっちはね、はい、こんな感じでピンセットからもうすぐ食べてくれますね。ちょっとごめんよ、はい、仕切り直してしっかり狙って、はい、ナイス。ワイルドとは思えないくらいね、ピンセットに慣れてくれてますね。はい、じゃあどんどん行きましょう。まあ、まだ全然食べるでしょう。はい、いい食いつきですね。本当食べるときはね、この二星の ML サイズ1回でね、15匹から20匹ぐらい食べたりしますね。じゃあ今度はバラ巻きで与えてみます。はい、ナイス。ていうかなんか飲み込むん早ない？ちゃんと噛んでるかそれ。やっぱり口も大きいからかね、ちょっと一口がでかいのかもしれないですね。はい、じゃあ続いてね女の子の方にも与えていきましょう。さあ女の子のピンセットから食べてくれるか。あ、でも食べてくれそうですね。お、はい、ついに
ここまで心を開いてくれるようになりました。いや、女の子のね、警戒心強くてね、僕近づいたら結構逃げてたんですけれども、よっぽど腹減ってたのか、はい、僕からもね、食べてくれるようになりました。さあ、2匹目、またピンセットから食べてくれるか。おー、いや、この瞬間が嬉しいですね。うん、ようやくね、ちょっと思いが伝わったというかね、うん、心を開いてくれた感じがします。こうやって見たら喉の下のね、ブルーが綺麗ですね。なんかやっぱり質感、ちょっと女の子の方がしっとりしてません？じゃあちょっと3匹目。お、あれ食べるか。はい、しっかり食べてくれました。あとはやっぱこの肉付きもね、現状この女の子の方がややふっくらしてますね。ただこっちの子はね、水飲んでるところ僕まだ未だに見たことないんですよね。一応ね、水霧吹きであげてるんですけれども、まあ朝方とかに飲んでんのかな。はい、この正面の顔おもろいっすよね、このカメレオンの。もう4匹目はさすがに警戒心の方が強いか。ピンセットからちょっと食べなさそうやな。いかんか。まあ、こういう時はね、一回ピンセットやめて、うちでは個人的にはね、これでバラ巻きにして与えたらね、意外と反応良かったりするんで、はい、これでね、ちょっと様子を見てみましょう。はい、やっぱりそうですね。こうやってピンセットの方が基本的にはまあ反応はいいですね。さあ、もう一匹。まだ食べると思うんで、ちょっとね、バラ巻きで与えてみましょう。どうや？もういらんか？ちょっとやっぱ多少僕のことを気にしてるっぽいっすね。うん、こっちのカメラの方ばっか見て、コオロギ全然見てないですね。まあでも現状ね、餌もこうやってしっかり食べてくれて、やや肉付きもしっかりしてきてね。うん、で、なおかつね、素早く交尾もしてくれて。アグレッシブでいいカメレオンですね。体格もがっしりして大きいし、ね、なおかつね、メスの方はこんだけ、ね、体色も綺麗なので、本当にね、おすすめのカメレオンですね。これからね、どんどんお腹大きくなってくれることを願いつつ、またね、ちょっと動画で成長をお届けしたいと思います。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。